たみたいなからね。あれは芸人さんだから。適当なことをしゃべってた。私利私欲に走るような、それ腹黒さみじんもない。ただ何言ってるか分かんない。そんなのできるわけない。そんなのできるわけない。出てないからね。小泉親子の顔なんか見たくなるって言われてね。ネットでなんかじゃ、なんか夜かかる。進次郎当選させる横須賀市民の頭おかしいとか書かれてる。それなのにね、こんなに今回ね、喜んでもらえる。嬉しいな。いや、本当今日出てよかった。久しぶりでね、この髪の毛もカビが生えてたんだけどね。うん、久しぶりでだからね、特に喋ることないんだよ。それでもこれでね、喜んでもらえるんだよ。いやー、いいですか。あれ、横須賀って寿司の横須賀。もうこんなんで笑ってる。最高だな、横須賀市民。いや、それにしてもね、あの岸田総理ってのは面白いね。今までいない珍しいタイプの総理大臣がね、リーダーもね、リーダーらしくあるって違うんだよね。総理大臣にはなりたかったけど、特にリーダーにはなりたくなかったのかなっていうね。そんな感じは分かんないよね、あの人。普通はね、その総理大臣の器じゃなくても、なんか虚勢張ったりカッコつけたりするもんじゃん。あの人、あのままだよね、ずっと総理大臣前から。ずっと中間管理職みたいな座ってるから。ずっと変わってない。歩いてる姿見てる。SP の総理大臣見える。面白いですね。まあ、頼りなのかなと思ったら意外と決断力がある。しかもその決断したことを簡単に覆す決断力がある。いやだけど、あの安倍総理が亡くなって、今までなんかなんかこう霞のように見えてた岸田さんがスッと見えてきたよね。あれ、安倍総理に、いろんなものが隠れてたんだね。しかし、あの国葬を見て私は思ったんだけど、エリザベス女王の国葬に比べて地味で、なんかまるで葬式みたいな。あ、俺これ葬式みたいだなと思ったけど、葬式なんだよね。岸田さん、やっぱ面白い特徴が見えてきたよね。どうしていいか分かんないけど、とにかく検討検討検討、慎重に慎重を重ねて、検討検討を重ねて、最後に選択を間違えるっていう。まあ、岸田さんではね、実績を残さなくていい。とにかく総理大臣としての名声だけ残したいって人だ、多分。だから、とにかく失敗しないように失敗しないようにやってきて、まあ、でも最後に失敗するタイプなんだ。だから分かりやすくサッカーに例えると、岸田さんっていうのはもうゴール前を11人で守ってる。とにかく点は取らないけど失点もしないぞっていうね。とにかく、0対0で終わらすんだって言って、オウンゴールで負けてしまうという。面白い人だな、あの人。楽しいだ、これから見ていくのが。で、まあ、新次郎だけど、
2年間環境大臣務めてるわけだけどね、その間私ね、ずいぶんいろんな人が言われたよ、原発止めようとする前に息子の発言を止めたらどうだってね。いや失礼だね、一生懸命親離れしようとして頑張ってるのに。新次郎ね、環境大臣やってるとかなり批判されて、もう大臣早く環境大臣やめろやめろって言われてた。でも逆にじゃあ何、どの大臣が欲しかったのか誰も言わないの。防衛大臣なのか外務大臣なのか、じゃ誰も何も言わない。それだったらね、タイヤもなしにただ反対するだけ、野党と一緒だよ。どの大臣だったかちゃんと言わないと。まあおそらく国民の願いは早く総理大臣になってほしいってことなんだろうけど、いやいやまだまだ早い。もっといろんな役職をね、たくさん経験して、もっといっぱい失敗して傷跡残していかないと、厚めと残していかないと。いや私はね、新人はよくやったと思うよ。環境大臣なんてね、国民の生活に密接じゃないし、今まで誰が大臣やったってそんな注目されなかった。だけどあれだけ話題になったってことは、それだけ新次郎大臣としての役割を出して問題提起してたからじゃないですか。レジ袋有料化もそうですよ。レジ袋有料化したことによっていろんなことが浮き彫りになって考えるきっかけになったでしょ。例えば小売店では売り上げが下がるってことが分かった。レジでは売る方も買う方も面倒が増えるってことが分かった。万引きが増えるってことが分かった。レジ袋ゴミ袋代わりできないから、そのままゴミを道路に捨てる人が増えるってことが分かった。実はエコバッグの方がレジ袋より、不衛生だってことが分かった。レジ袋は海洋プラスチックゴミの 0.3% に過ぎないってことが分かった。そうしてレジ袋の有料化に何の意味もないってことが分かった。これだけいろんなことが分かっただけでもやったことに意味があると思うんだよ。まだまだいろんな欠点が出てくるはずだからね、もうちょっとね、様子見た方がいいと思います。それから温室効果ガスの削減目標値を 46% 高い目標値掲げてるんですよ。それでその46という数字が何の根拠もなくおぼろげに浮かんできたっていうことで、高い。だけどなぜ46という数字が浮かんできたのか、横須賀市民だったら理解できるでしょ。市外局番がどのようなどこなんだろう。しかも新次郎の市、新次郎のローが6で46、完璧なんだよ。46以外の数字浮かんだことないんだから。それから新次郎の答弁やコメントはされてる。それもどうかと思うね、マスコミとかね、ネットに書かれてるけど、あれは全部ね、一部分を切り取ってる。一部分を切り取ってるから微妙に何言ってるか分からない感じになってる。全体通しちゃんと聞いてください。もっと分かんないから。むしろこれ分かりやすいとこ切り取ってくれてるんだな。だけどね、官僚の書いた原稿をただ読むんじゃなくて自分の言葉で説明しようとする姿勢はいいと思うんだよ。それがたとえ自分にしか分からない言葉だとしてもね。新次郎の行動には必ず深いわけがある。なぜポエムなの。それは官僚が書いた原稿が難しくて読めないからじゃないですか。だけど新次郎決して諦めない。ピンチをチャンスに変えようとして生まれたのがポエムですよ。そこまで責め立てることはないでしょ。でうちの長男幸太郎と新次郎入れ替えて、幸太郎の方が国会議員になった方がいいんじゃないかという人がいるんだ。いやいや、そんな甘い世界じゃないから。新次郎が厳しい芸能界で生きていけるわけない。もちろん幸太郎が国会議員になると簡単に自分もしっかりしてるんだから、どれだってできる。だから新次郎にやらせたんだ。だけどね、あまり新次郎見くびらない方がいいよ。いずれ総理大臣になる子供を今育ててんだから。でも勝負師としての DNA は覚醒遺伝、私の祖父、私、そして私の孫の。だから私の孫新次郎の息子は間違いなく総理大臣になるんだよ。見ててごらんなさい。見ててごらんなさいって、もうその頃みんな生きてないんだよ。
どれぐらいも会うことないと思うけど。ありがとう。